その作り方はそれまでの自然に通りやすい道とは違って非常に人工的に大規模な土木工事を行ったものであります一番代表的なものは山を切り崩すそれから谷川を埋めるというこれによって40メートルないし広いところでは幅が80メートルに及ぶような道路を建設しておりますその道路の路面は戦車を通すために大変強く舗装をしております地形によっては ほとんどその本来の地形が少し低くなっているとそこを高く土手のように盛り上げてその上を道路にしている場合がありますこれは道路の傾斜、起伏をできるだけ緩やかにするための工夫でありますその他にさらにこう地形的に道路の建設が難しい場合には土でブロック状に盛り上げてその中を埋めるということによって幅の広い道路面を作っておるいるこのようなことをして 700キロの道をできるだけ最短距離でそれから勾配を緩やかにして一丁とがある時に軍隊が最短の時間で派遣できるようにというふうに作ったものがこの真の直道でありその他の指導高速道路網もおよそこれに倣った候補をとっていたと思われます。